加藤の風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。4月2日安倍総理は総理大臣官邸で政府与党連絡会議に出席しました。総理は冒頭の挨拶で次のように述べました。諸般の事情が許せば今月17日から20日まで米国フロリダ州のマラダゴを訪問し、トランプ大統領と北朝鮮問題をはじめとする日米の関心事項について2日間にわたりじっくり日米首脳会談を行いたいと考えています。北朝鮮問題については先般の金正恩国民庁による訪中を含め北朝鮮の側から対話を求めてきていることは日米韓3カ国が緊密に協力し、中国ロシアなど国際社会とも連携して北朝鮮に最大限の圧力をかけてきた成果です。しかし過去の教訓を踏まえると対話のための対話では意味がありません。北朝鮮に完全禁止を可能かつ不可逆的な方法で核ミサイルの廃棄にコミットさせ、それに向けた具体的な行動を取らせるため最大限の圧力を維持していけなければなりません。最重要課題である拉致問題についてもトランプ大統領に来る米朝首脳会談において取り上げるよう調達要請します。日米韓連携の下で解決に向けて全力を尽くす所存であります。以上拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉はじめ教授に解説していただきます。4月16日中朝東台東関係の復活について伺いました。それでは先生よろしくお願いします。4月14日に金正恩委員長は、中国共産党の孫路中央対外連絡部長と会談をいたしました。まあ、それで、中朝間の東台東の関係というものが完全に復活したということを、まあ、改めて我々に印象付けたと言っていいかと思います。国家対国家の関係に加えて東対東の関係というものがあると、まあ、それが特殊な関係であって中朝関係の特徴であるとしてきたわけでありますが、まあ、しかし昨年の11月に一度北朝鮮側はその東対東の関係を清算したと見られておりました。まあ、昨年11月17日から20日にかけて孫道中連部長は
訪朝をいたしました、まあ、それは習近平中国共産党総書記の特使としての北朝鮮訪問であって、まあ、ちょうど昨年の10月に中国は第19回共産党大会を開催いたしましたが、まあ、その成果について北朝鮮に説明するために、孫道中連部長はですね、まあ、北朝鮮を訪れたというわけでありますが、しかし、まあ、この時金正恩委員長はこの孫道中連部長に会わなかったということでありまして、まあ、これは大きな変化ですし、まあ、これで2000年以降ずっと続いてきていた当時ソウル特使関係というものを、まあ、北朝鮮は一旦清算をしたんだと言っていいかと思います。まあ、しかし、本年3月、まあ、3月25日から28日にかけてですが、金正恩委員長は中国を訪問いたしました。習近平総書記とも首脳会談を持つということになりましたが、まあ、それをもって党対党の関係というものも復活したということになりますので、まあ、それを今回の孫道中連部長の北朝鮮訪問というのは再確認するということになったと言っていいと思います。金正恩委員長が中国を訪問した際にはですね、まず丹東、丹東駅で、孫道中連部長が北朝鮮一行のその列車に乗り込んで、まあ、そこで、北朝鮮のリ・スヨン朝鮮労働党国際部長と会談をすると、まあ、これで、党対党関係というのは、まあ、改めて、動き出す指導したと言っていいかと思いますが、まあ、今回の孫道中連部長の訪朝の際にもですね、4月13日の夜には朝鮮労働党国際部が、この孫道中連部長一行を歓迎する、まあ、そういう宴会を開催していると、まさに、中国共産党の中連部とそして朝鮮労働党の国際部というものが中心になって、中朝関係を一転させていこうという、まあ、そういう構図でありますが、それが、まあ、よく見えたと。だと思います。まあ、もっともこうして党対党の関係というものを復活したと言っていいと思いますが、まあ、しかし中朝間の経済関係は、まあ、以前のような水準には戻るわけではないということも重要な点であろうかと思います。まあ、それは、経済関係が元に戻る、まあ、大きな貿易あるいは投資援助ということを考える場合にはですね、まず北朝鮮に対する国連安保理の決議に基づく経済制裁というものが緩和されるあるいは解除されるということがどうしても必要になってくると、まあ、その国連安保理の制裁が緩和あるいは解除される、まあ、そのためには当然のことながらまず北朝鮮が非核化の約束を、まあ、きちっとして、まあ、その非核化に向けて具体的な行動を取る、まあ、そういう必要が当然あるわけであります。まあ、その点で、一番注目されるのが、この5月末あるいは6月初頭になるかもしれませんが、北朝鮮とアメリカの首脳会談、ないしトランプ大統領と金正恩委員長の首脳会談が、まあ、行われるということでありますが、まあ、そこで、まあ、北朝鮮がもちろん非核化に向けてのコミットメントを明確にする、まあ、約束を明確にする、はい、それだけでは足らないわけでありまして、少なくとも国際社会が CVID と呼んでおります。完全で検証可能であって、そして後戻りしない不可逆的な非核化と、それが、まあ、CVID 原則ですが、それを、まあ、北朝鮮に帰国するという、まあ、そういう必要が当然あるといいかと思います。まあ、そうした
北朝鮮の非核化に向けた、積極的な行動がなければ中朝間の経済関係が復活するということは考えられないということでありまして、したがって北朝鮮は経済的な困難というものがよりどんどん深くなると、したがって北朝鮮は非核化に向けて、努力していくしかないと言っていいかと思います。先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1975年のヒット曲、ズートルビのみかん色の恋。1976年のヒット曲、伊藤咲子の君かわいいねをお届けします。それではお聴きください。Yo
間色の恋、伊藤咲子の君かわいいねをお聞きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者曽我三好さんへのメッセージとして、三好さんの娘さん曽我ひとみさんからのメッセージです。1978年8月12日当時の新潟県真野町で46歳だった曽我三好さんは娘のひとみさんと一緒に拉致されました。ひとみさんは2002年10月に帰国しましたが、三好さんはまだ帰国していません。それではお聞きください。母さん元気ですか？風邪などひいてませんか？体の調子はどうですか？ご飯は食べられていますか？毎日心配ばかりしています。日本では今年雪がとても多いです。毎日雪かきをしています。久しぶりに見る大雪で春がとても待ち遠しいです。車の運転もとても怖いです。私が小さい頃も雪がたくさん降ってましたね。覚えていますか？でも保育園の行き帰りは母ちゃんの角巻きの中に入り、とても暖かかったことを今でもはっきりと覚えています。母ちゃんに悲しい知らせがあります。昨年12月に愛する夫が急に亡くなりました。家の中は明かりが消えたようで、とても寂しい毎日を送っています。母ちゃんの帰りをずっと待っていてくれたのに会うことができず、とても悲しいです。妹や娘たちは元気でいますから安心してください。私は毎日仕事でおじいちゃんおばあちゃんたちと楽しく働いています。これからはただ母ちゃんが一日も早く佐渡に帰ってくるために力の限り活動をしていきます。北朝鮮で日本に帰ることを願っている人たちのために頑張っていきます。だから母ちゃんは体に気をつけて、ご飯をしっかりと食べて、風邪をひかないように諦めずに待っていてください。絶対に会えます。その日が一日も早く来ることを毎日願っています。世界で一番大好きな母ちゃんへ、娘ひとみより。曽我三好さん、お聞きいただけましたでしょうか。曽我三好さんの娘さん曽我ひとみさんからのメッセージでした。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へ
メッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中みのるさん、田口八重子さん、沖川修一さん、松本留美子さん、曽我美代さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても拉致した全ての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rahi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-3581-8135-81-6011 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分からは周波数9705kHz、 夜11時30分からは周波数9450kHz、 深夜1時からは周波数7335kHz、 深夜2時からは周波数6155kHz などで放送します。
語番組イルボネパラム日本の風が毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数9465kHz、 夜12時、12時30分、深夜1時30分からは周波数7335kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています、ふるさとの風。韓国語で放送しています。日本の風はいかがだったでしょうか。今月の懐かしいアニメソングはジャングル大帝をお届けします。それではお聴きください。